私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、二宮和也、権力や大金を手にしても怖くなっちゃう。テンション上がるものは剣玉と告白。嵐の二宮和也がパーソナリティを務めるラジオ番組ベーストーム、ベーフム。10月17日放送では、持ち歩いてテンションの上がるものについて語り、ファンの間で話題になった。きっかけとなったのは、二宮主演映画の朝高のマイバッグについて持っているだけでテンション上がります。二宮くんは常に持ち歩いてテンションの上がるものは何ですかと綴られたリスナーのメールだった。思わぬ質問だったようで、二宮はと絶句。番組ディレクターに露骨にないよって顔するのと指摘されると、あります、だって40手前の男がね、持ってるだけでテンションの上がるものが何ですかって、権力ですか、地位ですかと激しく困惑。ディレクターが趣味のものが何かあればと助け舟を出しても、いやないねときっぱり。メールをくれたリスナーが20歳の女性ということから、20歳だから、いやいや年齢なんて関係ないよね、男女間の違いの話なのかな、これってと一生懸命理解しようとしていたが、まあ男の人でもいるかとつぶやいていた。結局二宮の導き出した答えは、剣玉。剣玉持ってるとテンション上がるんですよねと得意そうに話したが、すぐにやばくないですかと、38歳としておかしな発言だと気づいた様子。ディレクターはやばくないと思いますよとフォローしていたが、だから俺は多分そういうのでテンション上がらないんだろうなと、物への執着が薄いと自覚したよう。さらには、俺、多分100万円持っててもテンション上がらないんだろうなと、大金を手にしても嬉しくないそうで、むしろ怖くなっちゃうしとのこと。改めてテンションが上がるものってわからないな、とぼやいていた。この日の放送にリスナーからは、現金100万円は怖いわ。地位や権力の下りで大爆笑しちゃったよ、ものに執着しないってやっぱドライだな、という声が集まっていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。